てか俺はこんなこと言ったら元もともこもないけどそんなので医学部目指すもちろんそうであるべきだと思いますし、はい、その社会的にもそう思われてますからそうだといいんですけどね、まあ、実際のところはやっぱり学歴コンプレックスで医学部目指してるあるいはその自分が医者になるとかまた考えずに周りがみんな行くから親が医者だからっていう人は。 まあ、半分以上いるんじゃないかなと。あ、それ僕分かってんだけど、それ、それって絶対僕間違ってると思っていて、あの、僕も塾やってるから分かるんだけど、その、中高で、そうやって半分ぐらいいるんですよ、本当に。で、それって、でも、国の、もしくは国民の大事なね、あの、税金使って、医学部行って、っていうことじゃないですか。だったら、せめて、受験生版大学ファンディング、 これそのものを肯定していいのっていう感じけどこういう子がとてつもない発見をしたりするわけですね要するに医者になりたいとかじゃない けど彼はその何か自分にもうその要は解消できないモヤモヤを常に抱えて生きてるわけで要は医学部に入っても例えば医学部にただ入りたかったとかやったら、まあ、結局遊んじゃうわけですよねみんなねワイワイやって部活やって楽しくやってなんか医者になってなんとなく医者やってるやつもいると思うんですけど彼みたいな子ってやっぱ医学部の中でも自分とは何かっていうことに向き合い出すのでそうするとなんか医学部の中でこう自分が確立したものを発見したりとか研究したりとか したたいなっって思ったりすするんですねだから結構こういう本当にちょっとずれてる天才から本当のすごい発見って見つかったりするのでだから面白いなと思うんですよ僕みたいに別にその対外的にも何も問題なくてビジネスでやっていこうっていう人もいたらいいと思うんですけど彼みたいにむしろ内向的で自分と戦ってその中から世界にもしかしたらあのろくような発見をする可能性はゼロではないというか僕がそれをすることはゼロ。 僕は多分ゼロ彼の方が可能性ははあると思いいますすだから分かららないです僕はたくさんお金を稼いで国に税金を納めてるそれは素晴らしいことだと思いますし自分でも誇り持ってますけども彼はもしかしたら税金を納めないかもしれないけどものすごい財産をもしかしたら発見するかもしれない。だからどっちの道が素晴らしいか分かんないんですよね正直なところ。